続いて一押し情報です今週のテーマは図書館へ行こうイエーイ。広報吉川には図書館ナビというコーナーがあり図書館へ行こうと呼びかけています今回は図書館長の竹林さんに明日から始まる雑誌リサイクル市の情報や広報吉川に載っていない情報も含めてお聞きしましたのでご紹介していきたいと思います えー、雑誌リサイクル市っていうことでね、明日から始まるらしいんですけども、はい、図書館で閲覧されていた雑誌のうち、保存期限を過ぎたものを無料で提供するものっていうことです。ですね、今回は、はい、雑誌のみが対象で、書籍の図書リサイクル市は、 10月下旬に予定されているんですね。はい。そうですね。はい。ね、見逃した雑誌があったらね、明日もらいに行ってみてください。うんはい、はい。2番目が雑誌スポンサー募集。うん、えー。皆さんご存知でしたかね知りませんでした。ですよね。はい、はいえー。スポンサーとなる人、え企業や団体さんがえ週刊誌や月刊誌を1年間購入し、その雑誌の表紙と裏表紙に スポンサーの情報を掲載するっていうものになっております。うんね、あのスポンサーとなる方の費用は雑誌の購入代金のみです。別途広告費は必要ありません、ね。ちょっと魅力的な企画ですよね,、うん、ね。例えばテニスサークルがテニス室のスポンサーになっていただくことで図書館でその本を手にした方が新しい仲間に加わることにつながるかもしれません。 はい次の情報、はいえー。図書館ツアー図書館チャレンジっていうことなんだけど、これはあのツアーは小学生が対象なんだよね。そうですね、うんで。図書館の仕事やバックヤード、裏側ですね。これを見学してもらってます。 本の倉庫、これね、あのー、書庫の大きさとか本の数にびっくりなんだって、みんなそう表よりもね、ね<ー>たくさんあるんだよ、うん、やっぱ裏側って面白いんだろうね、でチャレンジは <laughs> えっと、ね、小学校5年生、6年生を対象にした職場体験だって、ね、そう私、やってみたかったな、<ー>小学生だったら、面白そうだよね、もうこれ、中学校でやってるスリーデイズみたいな感じで。うん 経験できるってことですんで。うんうん、いいね、うんあの。夏休みに企画されているようなので。あ、そうなんだ。はい。<ー>あの、おいおい申し込みが出ると思うんでね。うん、またじゃあね、伝えたいよね。はい、はい。そしてはい、次です。えー、落語会出版社トップのトークイベント。はい、昭和の笑い、えー。図書館の魅力を多角的に発信したいとの思いから、プロの落語家さんの落語会。はい 出版社トトトップをを招きししててのトークイベントを企画しています、うん、すごいですよ。すごいねね、また昭和時代の古き良き時代の映画、お笑いなどを語り合う「思い出さの」でその時代の良さを知ってほしいと願っていますそれからあのおすすめ本コーナーっていうことなんだけれども、人気の展示は毎年10月下旬のスタッフおすすめコーナーなんですって。 はいうん、でスタッフ、図書館のスタッフがそれぞれ本の魅力などを伝えてくれている点が人気の理由なようです、え今後は市民の方のおすすめ本コーナーも作りたいって考えてるんだって、どうする 金のナマズコーナーとかもね。金のナマズスタッフによる、おすすめ。おすすめ本。うん、いいと思いいかもしれないね。やっぱり誰かが読んでね、ちょっとこんな感じの本ですよっていうと、なんか。興味持つよね。興味持つよね。私もなんか偏りがちだから、結構そうやって進めてくれるといいかもしれない。そうですね。うん。いろいろあるね。そうですね。はい。はい。え次が、買ってほしい本。 まあ図書館、いっぱい本あります。でも、えー、私読みたいこの本がないなんていうときには図書館の受付にリクエストカードがあるので図書館にない本を読みたい方はそのリクエストカードに記入してリクエストすると手に入れば図書館の方から連絡くださるということでした。いいね いいね。うん、<laughs> ねやってくれるとは。そう、うん、ちょっとね、お願いすると、うん、ね。ってくれるかもしれん。そう,そうそうそう。そういうのもね、うん、あの、うん。あるものを見るだけじゃなくてっていうことでね、図書館いいと思います。はい,はい、えー。そうしましたら、えー、最後の方ですが、えー、竹林館長からのメッセージをお聞きください。 はい、えー、皆さん、こんにちは。吉川市立図書館館長を務めてます、竹林と申します。皆さん、本を貸し出しするのが図書館だと思ってませんか図書館はいろんなことやってるんです、えー。落語会もやってますしね、えー、それから映画会もやってます。毎日いろんな展示もしてますんでね、飽きません。で、今度ですね、新しいイベントも始めます。6月の12日、図書館に出版社の社長さんが 3人ちくます書房平凡社それから柏書房出版の裏側までいろんな話をです、ね、してくれます。ぜひ、6月の12日、出版関連セミナーというのをやりますのでね、来てください。それから、思い出サロンというのもです、ね、やってます、えー。昭和の洋画とか、昭和の歌謡曲とか、皆さん、古い記憶をたどってです、ね、それは語り合うことで認知症予防にもつなげようという、そんな新しい。 事業も始めてますんで、ぜひ図書館のホームページ、あるいは市の広報、いろんなところでですね、情報を発信してますんで、これからも図書館をよろしくお願いいたします。待ってます。はい、竹林館長、熱く語ってくださいました。<laughs> <laughs> ね、雑誌リサイクル市では、見ることができなかった雑誌に出会えるかもしれません。うん、雑誌スポンサー、興味を持ったでしょ <laughs> もうね。<ー>そういった形でね。でねうん、はい。広告費なしで、うん、うん、まあ。できちゃうからね。ねうん、そういうのもあるし、ね、そういうのにね、いいかもしれないね。まあ、図書館は本の魅力を伝えるだけでなく、うん、本を通していろいろな可能性を秘めている場所なんですね。うん、そうした魅力を伝えるため、館長やスタッフさんたちは日々、その方法を模索しているようです。ぜひ皆さんも、そんな本に対する愛情があふれた場所、 図書館に足を運んでみてください。吉川のホットな情報を毎週金曜日にお届けする金の生図。今週は、くミゴンと、あっくんでお送りしました。来週もお楽しみに。